皆さんこんばんは、広瀬優です。皆さんは時々、食べたくなるスイーツって何ですか？優はフルーツがたっぷり入った、タルトとかいちごのショートケーキとか、まあいろいろあるんですけども、今日はなんかシュークリームが食べたくなっちゃって買ってきちゃったんですが、あのシュークリームってあの食べているうちに中のクリームがはみ出てきて、手とか口の周りにクリームがついて、まあ、汚れるしちょっと食べづらい思いをしませんかね。ですが、ある方法で食べるとクリームデローンの惨劇を防ぐことができるらしいんですよ。その方法は、まあ、シュークリームこんな感じにありますよね。シュークリームの向きを逆にするんですよ。逆にして食べるとクリームがこぼれないらしいんです。本当なのか実際に試してみようということで近所にあるこちらビアードパパの、パイシュークリームを買ってきました。では早速試してみたいと思います。いやー、久々のシュークリームなのでちょっとワクワクしますね。でしかもクリームでローンの惨劇を防ぐことができるということで、いやー美味しそうだな。見てください、シュークリームですね。皆さん食べたくなりませんか？ね。ではちょっと、じゃあ早速、こう普通こうやってパクって食べますよね、このままですけど、上下を逆さにします。こんな感じで。緊張するな。いただきます。ほんとだ、見てください、ちゃんと収まってる。おいしい、わー幸せー。やばい、贅沢のひとときですねこれ。見てください、すごくないですか。普通ビローンって出てきますよね、シュークリームなのにちゃんと収まってる。しかも手も、まあ手はね、まあこれあるからそうなんですけど、口の周りがすごい汚れないんですよ、不思議。なぜ上下逆さまにして食べるとクリームがこぼれないのかなんですが、シュークリームって実際、上の生地は空洞になっているんですよね。で逆さにすることで下の生地がクリームを上から押さえつけることによって、上の空洞部分にうまくクリームが行き渡ってくれるので、クリームが飛び出るのを防ぐんだそうです。まあシュークリーム購入した際はぜひ皆さんも試してみてくださいということで、以上クリームでローンの惨劇を防ぐ方法でした。じゃあ終わります。バイバーイ。